はい、皆さんこんにちは、アチェでございます。Vサターンの三国志5パート10ですね。もうね、流言がね、流言されまくりなんでね、ちょっと巡察して、民中世だ、いますって無理か、あなた無理か、上皇さん言ってくんない、施しできないかな。あ、来た。もうこれ1万、2万。2万あげましょう。あ、それでもまだ90か。で、誰か登用できないかな。高尊度。あ、菱さんか。あ、菱さんか。微妙だな。いけるかな、関門さんで。ちょっと変えましょうか。あ、ここもいっぱいいる。あれ、ひょっとすると劉備さんだけかな、人集めれてねえの。いっぱいいるね。あ、創世か、創世ね。あ、京子さんとこ相変わらずか、似たような感じですね。刀剣さん、あんま刀剣さんに喧嘩売りたくないんですよね。え、ちょっと待って、今浮津仙人いたね。浮津仙人がいる、本当に。いや、無理だろうけど一応行ってみよう。浮津仙人、あれ持ってなかったっけ、戦術みたいなの。あ、来ないね、不義不忠のものにか。なかなかこんなに大変だったっけ、このゲーム。あ、違うね。ここか。浮津さん、浮津さん、浮津さん、浮津先生。ねえ、治療99、医療95。ねえ、あ、やっぱ戦術あるわ。あ、うん、戦術あるわ。あ、そっか、でも、この人、こういう人って、気まぐれなんだっけ、出ていくんだっけ、途中で。違ったかな。とりあえず、まあ、陣にしましょうか。あ、実行できる武将がいませんね。訓練、張飛さんでお願いしましょう。年ばっかり経ちますね。はい、春になりました。北兵の住民4300人が大剣へ流出しています。あ、養蚕で出てますね。董卓はさすが悪い政治を引いてますね。あ、長安の城中にて、董卓様、少しお話があるんでございますが、よろしいでしょうか。王院殿か、話とは一体何事か。宮中では申し難きで、明日董卓様に接待っていいのかな、までお越し願いたいのですが、と。うむ、よかろう。ああ、勝手に切り替わっちゃった。ご足労いただいて、強烈至極にございます。まずは一本。こっちも怖いね。そして王院を話すとは一体何事か申してみよう。しばらくお待ちを、娘の舞をご披露いたします。ほほう、使徒殿には、娘がおられたのか、初耳だなと。董卓の暴政を見かねた使徒王院は悩んだ末、ある計略を巡られた。その計略とは、実の娘同様に育った幼女長仙をまず両夫に見取らせると偽った後、董卓に献上し、両者の間を裂こうというものだった。世に言う連冠の計であるということね。美女連冠の計とか言われますよね。大いに主演に免れた董卓は、朝鮮の美しさに目を奪われた。あ、してやったりみたいな顔しますもんね、大院さんね。あと何でしたっけ、あ、前も言ったかな、テッサ連冠系っていうのを言うんですね。おお、はいはい。私の愛娘にございます。そ、その棚は何と申すのじゃと。これ、朝鮮よ、何を恥ずかしがっておるのか。
を挑戦と申すのか、先ほどの場合は実にお見事であったと。はい、ありがとうございます。東卓様、お話とは他でもございません。この娘を東卓様のおそばにお仕えさせたいのですが、お許し願いましたでしょうか。お、もちろんだと、許すも許さないもあるね。まあなんかね、私読んだの、まあ一般的な三国志でしたらね、朝鮮の方がね、なんかね、あの犠牲になっていきますよみたいな感じで、なんかそんなありましたよね。で、王院がちょっと、王院さんがね、本当にいいのかなみたいな感じになるんですけど、背中を押すんですよね、朝鮮さんがね。さあ、今月は各担当編ということで、ということで、美女連環の計がね、動き出しましたので、もう東卓様はあと、まあ、条件が揃ってれば、ああ、お命はあんまり長くない感じですよね。さて、さて、じゃあ私はどうするか。お金がね、増えましたからね。歩兵しましょう。もうできるところまでしてやりましょう。はい。で、次に備えて、これでいいよね。ああ、楽だわ。よいしょ。で、人事。人事は、人事ね、もう長恩さんどうしようかな。もう長恩さんに、長恩さん言ってる場合じゃないのよね。あ、もう一回。もう一回さんか。もう一回さんに行こっか。カウンさん行ける？あー、難しいね。相性なのかな。ね。あー、首を振るね。ギア我らにあり。はー。炎症の動きが気になるな。内政で。お、徐行にヒアの能力がね、つきました。国をやっぱりね、複数持たないとね、あの名声っていうか有名かな、分かっていかないですね。え、長安の城中にいて、朝鮮はいずこにおるか。朝鮮様は、なんだこれ、風紀亭でいいのかな。花をご覧になっているかと。扇亭、うん、うん、そうかそうか、ね、ちょっと読み方自信がない。おや、あそこにいるのは朝鮮の領夫か。宝義帝か。宝、王の方やね。朝鮮は領夫と密会を重ね、董卓が言う限り、二人が結ばれることはないと嘆いた。朝鮮の虜になった領夫は、董卓への反逆の思いを募らせていった。とかなと叶わぬのならばか、来世でお会いいたしましょうと。ちょっと押すの怖いね。お前を妻にできるよりは俺も英雄とは言えぬ。緑よ貴様、こんなところで一体何をしておるか。東卓様、いつからそこにおいででございましたか。そんなことはどうでもいい。わしの朝鮮を口説こうとはずずしにも程があるわね。この無礼者の目がえい下がっておれと。朝鮮のそなた何故、なぜに、何故にか、呂布と話をしておったのか。宝義邸にて花をめでていたのでございますが、そこへあの男が現れたのです。もうそれでは呂布が勝手に入ってきたというのだなと。呂布の腕力にはかなうはずがなく、そのまま抱きかかえられてしまいました。そこへ董卓様が現れて私を助けてくださったという次第でございます。なるほど、もう泣かずともよいぞと。ねえ、恐ろしいですね。さて、まあこれでしばらく董卓側からちょっかい出されることはないね。たくさん作れるぞーって、ね、うん、言ってくれてるので、訓練、もういい加減あれかな。やっぱり武将だな。あまりね、董卓のとこちょっかい出すとね、イベントがね決まりきらない感じがあるんでね。誰かいない？創生さんはやっとこう。変にね、安定しちゃってね、ちょっとね、良くないね。やっぱ炎症か。
にしようとか多いもんね。高村度、高村度でもいいかな。あ、部の人だもんね。今は部の人よりもね、政治ができる人、内政ができる人ね。そうなるとね、長文さんもね、微妙なんですけどね。でも農家さん断られたもんね。農家さんダメかい。体力ある方、あ、書き力のある方、カノさんね。おお、カノさんに興味はございます。本当かな。我が知力と機嫌の際があれば怖いものなしです。共に来てくださいませ。わあ、来ないわね。先に軍師がいるね軍師がいるな。あの助手さんまでね、助手さんまで来ないんですけどね、史実ではね。じゃあ、あと内政かな。内政ね、でしょう。炎症が動か、あ、北平に行ったな。頑張れよ、高村さん。うわぁ、11万か。かぁ。あぁ、ダメだね。さあ、どうする？ 11 万か。とんでもなくでかくなってきたわ、炎症が。これは本当に同盟結ばないといけないかもしれないですね。高村さんは逃がされました。ああ、そっか。逃げることが、空白地があれば逃げれるんですよね。劉備さんもある意味、敗戦人ですもんね。これは、あ、来た来た。東卓様、李祝殿が使者として参られました。東卓様、李祝、この度は勅使として参上いたしました。勅使が一体何の用か、早く申してみよう。天心には文武百官と協議の結果、東卓様に位を譲ることを決められました。ああ、順調ですか。それでは今の天心に代わって、わしが天心になるというのか。さようでございます。分かった、すぐ宮中へ向かうと伝えるように。違いますね。すいません。王院殿も、受膳の準備をして、お待ちしております。必ずおいでくださいませ。朝鮮、わしが天使となった暁には、そなたを貴妃の位につけてやろう。ありがとうございます。嬉しゅうございますわ。と。わしと共に永遠の復帰を楽しむことにし、あ、こととしようぞ。まあ、ね、結構、東卓さんの話の時には、主治ニクリンという言葉が出てきたと思いますけどね。東卓様、両様がお見えでございますが、呂布が来たか、おめここへ通すのじゃ。呂布、先日はすまなかった。わしの器量が狭いばかりについとなってしまった。いえ、私の方こそ、進化にあるまじき不利を働きました。どうかお許しください。気にすることはないぞ。どうもわしが天使となったら、そなたに全軍を任せようぞ。ありがとうございます。東卓様のは一生忘れません。着々と進んでいってますね。炎症軍が、もう手を止めないね。こうなったら次はもう残り3国に絞られてますね。なんとか生き残って。無理ね。無理ですね。これはやばいわ。本当に引き抜かないと。あ、高村さん。高村さんさんが、やられちゃいましたね。高村様、炎症の配下。そうか、配下できるね。この5はできるね。さて、どうする？高村さんね、在野。あ、炎穂がいるわ。これ、ね。あれ？炎穂って武力はなかったっけ？炎穂か。高村さん。高村さん、87もあるのね。炎症が乗りに乗ってきましたね。で、ここは何いる？あ、2万6000まで減った。1万7000。あ、難病落とせるわ。おお、落としてしまおう。結構消耗してるね。よし、これは行きましょう。西武しよう。これ落とせるわ。
これは落とせるわ。いつの間に減ったんだ。10万ぐらいいたのにね。はい。あ、じゃあね、また時間が良くなっちゃいましたんでね、攻める前にちょっとここで終わっておきたいと思います。V サタンの三国志5パート10ですね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。